はい、今回のニューヨークオートショー、日本の自動車メーカーの目玉はその2、日産ですね。日産はフェアレディ Z の、屋根焼きモデルと後ろにあるですね、バージョンニスモ、この2台を、デビューさせています。まあ、後ろにあるですねバージョンニスモなんですけれども、これは、先代の Z33 の時にも、バージョンニスモというモデルがあって、そのモデルというのは、途中で追加されたモデルだったんですけれども、今回のバージョンニスモはもう Z34 が登場してから本当に間を置かずに登場してきています。特徴となるのはやはりエアロパーツで、かなり空力をこう考えてですね形状が作られています。でさらにエンジンなんかはノーマルと、変わらないんですけれども、マフラーが変わっていたりとかですね、サスペンションが変更されていたり、そういったところに主な違いがあります。以前の Z33 のバージョンニスモもそうだったんですけれども、基本的にはエンジンは大きく変わらないけれども、シャシーを磨き上げてスポーツモデルとする、その流れをですね今回も組んでいて、おそらくですね日本の多分筑波サーキットなんかで走らせるとノーマルの Z と比べるとですね1秒以上速くなっているんじゃないかなと予測することができます。そんなモデルなんで、当然ですねアメリカでも大注目ですし、特にですねカリフォルニアなんかもこういった車はすごく大好きなんで、非常にですね今回注目の1台になると思います。今回は後ろにあるですね、はい、RDZ ロードスターなんですけれども、かなりかっこよく仕上がったんじゃないでしょうか。いや、今回の Z のロードスターは、はい、なんていうんですかね、最初からこうロードスターがかっこよくできるように考えてあるんですよ。後から考えたんじゃなくて。そうなんですね。これが前のやつとちょっと違うところで、前のも良かったんですけども、今度の方がロードスターのかっこよさは分かりやすいと思います。フェンダーの大きなアーチとね、はい、からリアのこのなんですかね、こう盛り上がり方が、はい、ロードスターにするとぴったりなんですよ。むしろそのいわゆるクーペコンバーティブル の、はい、いわゆるハードトップのあれにすると、はい、こういうエピラーできないんですよ。なるほど。だからこれはもうソフトトップということを最初から割り切ってましたんで、やっぱソフトトップでないとできないかっこよさってあるんですよね。なるほど。おしゃれな感じがあるんですよね、はい、ハードトップメタルトップももちろんいいんだけど、うん、あれだとボディカラーになっちゃうじゃないですか、はい、そうですね。でこれはソフトの色、生地の色を選ぶと、はい、ボディカラーとこうコーディネーションできるから、それがまたなんか独特なおしゃれな感じもあるし、